無限道場へようこそ。肩を使ったコンタクト、今回やるコンタクトの動きは片方の肩から反対側の脇の下に体をクロスするような感じでコンタクトしていきます。このポイントとしては基本となる二等前、これを崩さずにそのままやりながら戻していく。そしてもう片方の右腕は回しながら片方の方だけでやっていく動きをやります。で、最終的にこの動きから次反対側、右と左を交互に片方ずつできるようになったら両方同時にできるようになりましょう。で、まずは、両側の無限は今回バックを後ろ回りでいきます。で、まず回しながらではなくてそのコンタクトの動きだけでいくと、まず持つ場所は中心ではなくてこの先っぽです。先っぽを持ってゆっくりぐるっと体の上に無限を通して肩に乗っけます。肩乗っけるときにやりがちなのは、以前やったのは脇の中を通すんだけど、今回脇の外です。肘の外、脇の外なので、横から見るとこうですね。無限のこの反対側のカーブが腕の外に来るように、そしてそのまま肩に乗っけて、反対側がちょっと今かろうじて見えるような状態です。で、今回ですね、ここまで来たら左手、この持ってる手を外して下に来るので、ぐるっと回ってくるので、それを上から掴んで二等前の後ろ回り。次は手のポジションです。通常無限回すときはみんな無限の中心を持つことが多いんだけど、この二等前ももちろん中心を持って、そしてこの持った状態からスライドさせて、ここの先っぽを持つ。これを一連の回す流れでやっていきます。ポイントとしては小指側が上に来た時、無限がこう回って小指側が上で小指側が前です。上で前に来る時に手をゆっくり軽く外してやって、手のひらを無限のカーブの内側がたどるように引いて、ちょうど先っぽの方に来た時に使います。なので回しながらこう回して、小指側が前に来た時にずらして使う。今2つやった、これを2つ全ての動きを1つにして片手でできるようになりましょう。ではまず後ろ回り、この後ろ回りで回しているときに、さっきやったこのここだね、そのまま後ろに来たら上からキャッチ、そして1回ずらしてキャッチ。この時に片方の手は完全に遊んでる状態。まあ無限2つになるとこの手は回すんだけど、今はまだここをまずスムーズにするように回しながらずらして先っぽをつかみ、そしてつかんだらそのまま肩に持っていってぐるっと回して上から同じ手でつかむ。そして二等前の周りになります。まずはこれがスムーズに何回か連続でできるようになりましょう。この動きをやるときに体のポジションは2通りあります。まず1つは体の胸を正面を向ける、もう1つは体をこの二等線やってる方向へ向ける。
じゃあまず最初今までやったのはもう全部この体を正面に向けるこのやり方、これ基本なんでこれをまずやりましょう。でもう一つできるのはそのまま体をこっちに向けて同じような感じでやります。やることは全く一緒なんですが体の向きが変わる。で何が大きく変わるかというとブレードをずっと上肩の後ろから持ってきた時に今までなら反対側で見えてたからちょっと掴みやすいんだよね。でも今回は、ここに来ると全く見えなくなるので脇の下からほんと現れてきた部分を上から掴む、これもコンタクトやってると、見えてなくても感覚でどこに無限がいってるか分かるようになるので、これもまた一つの回り方なのでやってみてください。でも今回はまず正面、体を正面を向いて体コンタクトをやることをやってみましょう。では2つ同時にいきます。2つ同時にいくって言っても2つ同時に肩を回すんじゃなくてコンタクトの肩を回すのは先ほどと同じ手で、このもう一つの手は常に回す状態のみです。なので片方はコンタクトなし、片方はそのまま今までやったコンタクトをやります。基本的に周りは二等線の後ろでパラレル、平行部弦が2つとも同じタイミングで回すようなことを意識してみます。そしてその中で回しながらスライドさせて反対側も回しながら、ここで本来なら2カウントなんだけどこのもう一つので今加えた手はここを1回だけ1カウントになります。で1カウントになってそのまま回し出す。なぜ1カウントにするかというとここまで来て2カウントだとこのように落ちてしまう、部件同士当たってしまうの。2カウントで来ると1回前で回して次上でぐるっと回った時にこの部弦が後ろ側に1回回ろうとするのね。なのでそうなってくると部弦が上から回ってるこの部弦の軌道と同じところになって当たってしまう。当たってしまうと落としやすくなったり、掴めればいいんだけど本当にタイミングが同じなので、なのでこの右手は1カウントで回してあげて自分の体の後ろ側にこの軌道の邪魔にならないようになります。あともう一つの理由があって1回ワンカウントすることによって二等線の軌道を同じタイミングで持っていける、この掴む時に持っていけるのでここで1回ワンカウント、そうするとスムーズに常に平行を保って二等線を崩さず、かつコンタクトの動きができるようになります。なのでまずは、止まり止まりでいいんでゆっくり二等線を意識したまま片方をずらして先っぽを持ち、ゆっくり上に部弦を肩に乗っけた時に片方はワンカウントで回してあげて二等線に持っていく。ちょっと連続してやってみます。ここからゆっくり、タイミングは一緒しただけでワンカウント、片方の手はワンカウントでやっていきます。はい、以上がコンタクトの肩での片手だけの動き。そして次回のビデオでは今度反対側でコンタクトができるように今度右手でコンタクト、左手はそのままやる、そして最終的に両方で常に ローテーションができるようにやっていくので、まずは一つずつやっていきましょう。最後に見てくれてありがとう。まだまだ無限の可能性をいっぱい広げていきたいので応援よろしくお願いします。ではまた次の動画で。